どうも、皆さん、今回はアミプレさんについてだよ。なんか、最近いろいろと話題ですね。先日、リコリスリコイルの新作アニメ制作が発表されたんだ。まあ、2022年夏アニメの中では覇権アニメやったもんな。BD の売り上げも凄まじいことにとったし、人気もすごいわ。未だに、ファンアートとかもツイッターでいっぱい流れてくるからね。納得の新作って感じなんだよ。新作アニメーションが、2期なのか、はたまた劇場版なのか、もしかしたら、OVA とかちょっと気になるところではあるな。あくまで、個人的に、だけどリコリスリコイルは、キャラクターの魅力が、肝の作品で、JK の暗殺者という、重い設定と、千里と滝名の関係性が、より的な感じで、それをきっちりと描きつつも、終盤は、シリアスなストーリーになっていったのが、人気の理由だと思ってるんだ。去年は、ユリ要素がある作品が、結構話題になることが多かったよな。若干、設定部分に関しては、がばってる部分があって、そのあたりの突っ込みどころが気になる人も結構いる印象だね。そのあたりの設定の掘り下げが新作アニメでどうなるかは気になるところではある。アラン期間と代わりと謎が多かったもんな。あと、いつになるのかという問題もある。ん？リコリスリコイル自体が実は、当初は2021年秋アニメくらいを予定して、たんだけど3クールくらい遅れて、2022年夏アニメになったんだ。ああなんか、そんな話あったな。サオの映画の延期もあって、A1 ピクチャーズの社長が交代したんやろ？うん、現在は、クローバーワークスの社長の清水若月さんが、A1 ピクチャーズの社長にもなってる。その2社の社長ってすごいな。A1 ピクチャーズさんは、アニプレックスの子会社なんだけど、最近、このアニプレックス系の作品がやばいんだ。延期ばっかやもんな。86くらいから、遅れが目立ち始めて、2022年は、いろいろな作品が延期になり、2023年も、現在放送中のものが、4作品も延期になってしまった。万作つきまくりやんけ。あやかしトライアングル、ニアオートマタ、ユナイトアップ、そして、魔王学院の不適合者の2期も放送延期が決まってしまったんだ。放送途中での延期は、テレビの放送枠改めて抑えたりとか、お金がかかるんよな。今期だと、ともちゃんは女の子と、バブ、ダディエスも同じアニプレ系作品で放送してるんだけど、この2作品もどうなるか。なんでこうなってしまってるんや。いわゆる玉突き事故状態なんだと思うよ。いろいろな制作会社に投げて、アニプレックスはアニメ制作してるけど、1個延期になってしまって、スケジュールの再編とか、制作スタッフの調達とかが、改めて必要になって、その後にやる作品の人材とかスケジュールがきつくなって。ああ、まさに玉突き事故や。そこにコロナウイルスの蔓延、さらに、1月は、中国の旧正月で、下請けや海外の制作会社の作画もスケジュール的にきつくなっちゃって、こんなことになってるんだと思う。玉突き事故に、旧正月とコロナが絡んだ結果、余計にこんなことになっとるんやな。そのせいもあって、2023年春アニメとして放送予定だった白聖女と黒牧師も夏アニメに延期された。わお、もうガッタガタやん。2023年春アニメはマッシュル、山田くんと LV999 の恋をするとかもアニプレックス系作品なんだけど、この2作品もどうなることやら。なんか嫌な予感するな。マッシュルは集英社絡んどるから、ギリセーフかもしれへんけど、山田くんの方は、下手したら延期になりそうやな。アニプレックスはかなり混乱状態なんだと思う。子会社の A1 ピクチャーズだけじゃなく、子会社じゃない制作会社の作品も延期しまくってるから、アニプレックス自体に何らかの問題が発生してるんだろうね。アニプレックスさんは A 作品を手掛け取ることも多いですし、頑張ってほしいところですね。こんな状態だとリコリスリコイルもいつ制作されることやら。制作を発表しただけで、時期までは未定やもんな。おそらくは来年以降やろうけど。そうなるとアニメって旬があると私は思ってるんだ。旬、1期は大人気のアニメだったけど、2期までの期間が空きすぎて、2期があまり受けないって、パターンは、結構、多くのアニメで見られる。ああ、ありますね。そういう作品。リコリスリコイルも面白い作品ではあるけど、2022年秋アニメも話題作が多かったし、期間が空けば空くほど、旬を逃しちゃう。アニメは、すぐにできるもんではないから仕方ないんやけど、最近は、コンテンツも大量に生まれてますから、みんな、そういう一つ一つのコンテンツの消費が早いんよな。うん、昔よりも、そのサイクルが早い。コンテンツとして消化される前に、次のコンテンツを提供しないと、完全に消化されてしまうんだ。悲しいな。そういう意味では、鬼滅の刃とかスパイファミリーは、うまくやってるなって思うんだ。鬼滅の刃は、1期が2019年、映画が2021年、2期が2022、3期が今年やもんな。あんまり感を開けないでやっとる感じやし、スパイファミリーも、去年分割にクールでやって、今年に2期、そして映画やもんな。その辺のやり方も今後は考えていかないと、この大量コンテンツの時代でヒットした作品もあっさりと消化されちゃってブームが終わってしまう。なんというか刹那的やな。アニプレックスさんも大変な状況だとは思うけど、消化される前にリコリスリコイルの新作が出来上がることを期待したいね。ほなまた次回。